中年オタッキーです。今日はねもう仕事が終わって車庫から撮影しています。家に帰るとねちょっと撮影環境が悪いというか邪魔が入ることが多いんでね、仕事から帰る前にね、車庫から撮影しておりますが、今日のテーマというかネタはね、このカメラでちょっと写真撮ってきました。はい、これも以前にも一回登場したね、α807SI ですね。以前高川様からいただいたカメラになります。非常に状態が良くてね、ミノルタってね、このグリップが崩壊するんですけども、ラバーグリップがね、割れて崩壊することが多いんですが、これね、もう以前崩壊したんでしょうね。で、修復してあるんですよ。これ高川様がやったと思うんですけどね、もうこれ、もうね、完璧にも程が、完璧にも物があるっていうね、修復具合でね。で、これバッテリーグリップがついてるんでね。はい、これダイソーのね、充電式の、炭酸電池が入っておりますが、コストが安いんで今後もちょくちょく登場するかもしれません。まあ、それはね、ニコンの F4 とか EOS 1とかも、まあ同じなんですけどね。でね、ちょっと長々となりましたが、アリスタエデュ400というフィルムを以前紹介しましたが、まあ今後ね、しょっちゅう出てくることになるんですけども、前回ね、ミノルタの XGE ですね。XGE に、装填して撮ってきたんですけども、どうも現像時間がちょっと短かったようで、400の感度ではないというね、内容をやりました。で、今回は、現像時間をちょっと伸ばしました。スーパープロドル、富士スーパープロドル 50%、希釈でね、液温が18度、現像時間がね、9分、現像しました。通常のね、レオパンプレストとか、レオパン SS、あと、他、いろんなフィルムありますけど、普通の標準時間はだいたい8分15秒、5秒ぐらいなんですけど、9分、まあ、45秒伸ばした形になりますね。それで、どんな仕上がりになったのかという内容でやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回ね、まあ、このカメラで撮ってきたんですが、まあ、アリスタエデューウルトラ400というフィルムなんですけどもね、中身はおそらくホマパン400だとは思うんですけど、結構ネットでもね、シャドウがべったり潰れるとか、いろんな評価、まあ、実行感度がちょっと足りてないとかね、そういう評価をよく見ますが、現像の仕方とかによって、ではね、結構いい調子で出ることもあるようで、まあ、基本的にね、コントラストが高いフィルムになるんです。普通に現像するとコントラストが高めのフィルムになるんですが、いろんな現像のやり方でやるとね、まあ、コントラストも抑えれたりとか、そのシャドウの階調も出たりとか、まあ、いろいろするんじゃないかなっていうことに、まあ、気づいてきた感じなんですけど、で、今回はとりあえずですね、現像液、SPD いつも使っているね、スーパープロドール 50% 希釈というので、とりあえず現像時間だけ伸ばそうかなと、1分ぐらいね伸ばそうかなとも思ったんですが、40秒ぐらい伸ばしたらいいんじゃないっていう声もちらほら聞こえているんで、今回はねプラス45秒、まあ20度で現像するとね40秒プラスぐらいと同じぐらいの感覚になるとは思うんですけど、でやってみました。安いフィルムなんでね、うまいこと調子が出ればね使っていきたいという流れになりますよね。現在ね、そのリリースされているフィルムっていうのは随分少なくなってしまってるんですけど、以前はね、富士からもね、100フィート巻きが出てたんですよ、長巻きがね。ネオパン SS とかね、ネオパンプレスト400とか、まあそういうので長巻きが出てて、安く遊ぶことができたんです。ネオパン SS の頃は100フィートで2980円とか言ってね、まあ1本150円ぐらいで遊べたんですけど、まあ富士からはもう長巻きはもう当の昔になくなっていて、現状でモノクロフィルムはね、アクロス2だけになってます。で、コダックの方はまだ長巻きが出てるんですけど、もうそもそもの値段が高すぎて、ヒーって感じなんですよね。もうちょっとこれで遊ぶのは無理だろうっていう。で、まあ、ケントメアとか、まあ、いろいろ出てる、ね、イルフォードとかも出てますけど、まあ、最安クラスということでは、もうケントメアと、アリスタエリュー、ホマパン、この辺になってくるんですね。で、まあ、評価としてはね、その、シャドウ部が出ない、のっぺり潰れてしまう、実行感度が
足りないという評判が多いと。で、これをなんとかしてね、使いたい。なんとか使えるようにならないかっていうことでね、今回やってきました。んでね、まあ、入場感、現像時間を伸ばすとね、入場感が出やすくなってしまうんですね。で、400のフィルムということで、もともと入場感は出やすいと。まあ、もともと粒子がでかいんでね。粒子がでかい、高感度のフィルムがなぜ粒子が大きいかって言ったら、まあ、写真のね、入材っていうのは粒なんですね。で、粒がちっちゃいと表面積が減ると。で、感度が下がる。粒が大きいとね、一粒の表面積が上がるんで、感度が高くなるっていう。まあ、これ基本的な考え方、まあ、いろいろあるでしょうけど、基本的にはそうなんですね。だから高感度フィルムほどザラザラになりやすいと。で、400のフィルムなんでね、まあ、高感度フィルムになりますから、比較的ザラつきが出る、フィルムになります。ただ、現像のやり方とか現像液では、現像液によってはある程度は抑えられるということなんですね。で、今回ね、その SPD で現像した時にね、最新の注意を図ったのが、混ぜ方、攪拌の仕方ですね。いつもよりね、じわーっと攪拌しました。そんなわけで、今回のサックル映画どうだったのか、そのじわっと攪拌して長時間現像で、どんな感じになったのか。まあ、ここからはね、サックル映画になっていくんですけども、今回撮ったこのカメラのね、レンズね、これ AF3570 です。ミノルタのね、AF3570 は以前にも出てきました。3570F4 と。F4 同士のね、レンズでね、撮っていました。あれは、ミノルタ α7000 とか α9000 が発売された当時のね、まあ、マキエレンズっていう形になるんですが、今回使ったのはね、A3570、F3.5 から 4.5 というね、ちょっと新しめの普及レンズになりますね。そんなわけでね、これは、まあ、ちょっとレンズ構成も多分違うんだろうと思いますね。これも明るさも違うんでね。で、どんな写りになったのか。まあ、ミノルタのレンズなんでね、おそらくは大丈夫だろうと。ミノルタは普及レンズでもしっかり作ってくるメーカーですし、3570というレンズはね、マキエレンズということで結構力入れて作ってるはずなんで、まあ、いい描写になるんじゃないかなと思ってね、ちょっと2つのテーマで今回撮ってきました。ここから作例の紹介になってまいります。はい、作例でございますが、やはりね、コントラストが高いのは変わらないですが、まあいいんじゃないかなっていう感じになってます。この辺はね、750分の1の F8 で撮ってます。光的にはね、もう光がかなり傾いている時間ですが、まあシャドウ部出てることは出てるけど、そんなにがっつりは出てない感じですね。とりあえずまあなんとか出てる感じ。もうちょっと現像時間を長くしてもいいかなと思いますね。入場感はもちろん出てるんですけど、まあこのぐらいだったらまあいいんじゃないっていうか、400のフィルムだったらまあこんなもんだろうっていう感じだと思いますね。この写真なんか見ると、まあしっかり露出が空いてる部分はね、流量感も抑えられていると思います。コントラストは高いですね。で、レンズの方はまあレンズ、かなりいいと思いますね。まあ絞り8まで絞ってるから解像は当然出るんですけど、結構ね、光が強い、強弱があるところでもね、コントラストしっかり出てますね。描写出ていると思います。この写真なんかはね、しっかりね、全体的にディテール、もうかなりこれシャドウの部分が多いんですけど、出ていますね。潰れてるところはやっぱ潰れていると思います。感度的にはやっぱ400にはちょっと届いてない感じがしますね。まあレンズは、ご覧のように結構強い光が入ってもしっかり描写できる素晴らしいレンズであるようです。まあ以前からね、申し上げておりますがね、廉価版のね、レンズ、前回はね、そのニコンの3570で、リバーサルフィルムで撮影したんですけど、まあ以前からね、私申し上げておりますように結構3570マニアなんですね。3570、どのメーカーのレンズもね、最初はね、そんなに、持ってなかったんですけど、もうどうやらいいぞっていうことに気がついてから、どんどん3570を集めまして、一番最初に使ったのは EF なんですけどね。EF の3570ですけど、それからいろんなレンズ3570、各メーカー、もうペンタックスからオリンパスから全部集めましたが、まあ悪いレンズはとりあえずないという感じですね。スナップ撮るにはね、非常に良い価格ですし、で、開放 F 値がね、3.5 とか4とか、まあその辺になってくるんですけど、8まで絞る私には全く問題
何の問題もないというね、レンズでありますね。で、まあフィルムなんですけど、まあ現像時間もうちょっとプラスしてもいい感じ。やはり、プラス1分ぐらいがベストなのかなと思います。もう20秒伸ばしたら、まあいい感じになるだろう。で、おとなしく拡張したらどうやらちょっとぐらい伸ばしても流暢感は大丈夫なんじゃないかなっていう気になってますね。まあ現状でね、その安く手に入るフィルムって随分少なくなってしまったんですけども、アリサエディウ、まあ、フォーマパンともにね、一番安いクラスのフィルムになっていきますんで、このフィルムでいろんな、遊び方をすればいいんじゃないかなと思います。もちろんその、レンジファインダーキーとかね、そういうシャッタースピードが速くない、カメラではね、100の方がいいと思います。アリスタエディウ100、ウルトラ100とかね。まあ、アリスタエディウはね、ウルトラ200っていうのもあって、200はね、T 乗粒子になっていくんで、まあ、現換現像も増換現像も結構使えるというね、ことになっています。で、アリスタエディウ200もね、現状持ってますんで、そちらの方もね、いろんなテストをしていこうとは思いますが、まあ、フィルムが高くなっている時代にね、いかに安く遊ぶか、まあ、カメラのね、レンズも含めて、いかに安上がりになる、楽しみ方できるかっていうことをね、今後も追求していきたいと思います。まあ、予算がないっていうのもあるんですけど、もうね、予算があるんだったらもっとね、バンバンいい機材買って、バンバンいいフィルム消費したいんですけど、もう予算にめちゃめちゃ限りがありますんで、これはもう以前から申し上げてるんですけどね、YouTube さんのね、収入、広告収入もね、かなり減少しておりますので、これからはね、なるべくお金のかからないやり方でやっていこうと思ってます。最近ね、機材のね、動画がないんですけど、単純にお金がなくてね、落札できてない。もうこの半年ぐらいほとんど機材の動画上げてないですよね。まあ機材開封系の動画はね、一番人気が出るんですけど、まあそれできないということで、当分はね、この流れでいこうと思ってます。で、現在ね、撮影してる、もう撮影済みがね、1台と、撮影中が1台。これペンタックスのね、スーパー A2 台で撮ってます。で、同じフィルム、アリスタエデューウルトラ400。どちらも、撮ってますが、今回のね、現像時間をちょっと参考にして、もうちょっと伸ばしていきたいと思うんですが、もう1本はね、同じ時間でやっちゃったんだな。同じ時間でやっちゃったんで、もう1本はまだ撮影中なんですけど、どうしようかなと思って、まあ、レンズ、違うレンズで撮ってるんですけど、もうちょっと伸ばして、でもレンズ違うしな、難しい比較動画になりますが、ちょっといろいろ考えて、今後の展開にしていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の、作品コーナー、作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーです。今回もね、もうレベルの高い作品が多くてちょっと参ってるんですが、まあ、作品投稿のコーナーで、募集したら一気に来ちゃってちょっとお待たせしてしまってる現状になっております。今回紹介されない方もちょっとしばらくお待ちくださいということになってますね。で、トップバッターはぼちぼちぼくちゃんさんですね。中年おたけ様ぼちぼちぼくちゃんです。いつも楽しく拝見させていただいております。初めて作品投稿させていただきます。近くの飛行場に前から展示されている CH3 シーキングと KM2 練習機です。どちらも退役して随分経ったものです。2枚組でタイトルは退役です。カメラはニコン FI レベル、レンズニッコール 35mmF2.8 で撮影しました。フィルムはアクロス2です。よろしくお願いしますということですね。コンピューターグラフィックが進化しているのに油絵水彩画がなくならないように、フィルム写真もなくならないと思ってます。おたきさんも仕事と動画作成作、どちらも大変ですが体に気をつけてください。ということですね。ありがとうございます。で、作品なんですが、まず1枚目からこれね、切り取った、これ見事な切り取り方だと思いますね。良い感じだと思います。ヘリコプターのね、迫力のある部分と結構朽ちている部分ね、支えてるんですね、これね。で、2枚目の方なんですが、2枚目はね、もうちょっと引いた方が良かったかなと思いますね。飛行機ということが、これちょっと分かりにくいので、プロペラのところが見えるぐらいまでは引いた方が良かったかなと思いますね。まあ、アクロス2にしてはね、結構、結構コントラストも出ていい作品になってます。光はねどちらもないんですけども結構いい感じになっております。はい、ぼちぼちぼくちゃんさんありがとうございます。次は
にっこり EM さんですね。おたっきーさんこんばんはです。先日ヤシカエレクトル GX に富士カラー100を装填して試写登山してきました。そして現像から戻った写真を見るとおたっきーさんのおっしゃった通り思った以上の描写でびっくりしてしまいました。どれもいい写真ばかりだったんですけど、その中から選別しました。ヤシカ捨てがたいやつですね。1枚目のタイトルは、祈りを届け、2枚目は参拝堂からです、よろしくお願いしますという作品なんですけども、まず1枚目からこれろうそく立てなんですね。ろうそく立て、まあ、ろうそくは全然ない、1本 立ってるのか1本燃えてるのかな、でね、この描写なんですけども、非常にね、ヤシカエレクトロ、富岡広角のレンズでね、解像度が高くなってます。特に2枚目はいい写真になってますね。まあ、光はね、そんなにはないんですけどもね、遠近感が出てるいい写真になっていると思います。投稿ありがとうございます。次はね、のりかずさんの投稿ですね。お疲れ様です。毎週休みのたびに朝5時起きして嵐山の朝焼けを撮り始めて早4ヶ月になりました。最近は寒いので辛いですが頑張って撮影しています。週替わりでいろんなカメラで撮ってますが、今週はキャノネットで撮ってきたので1枚ですが投稿します。タイトル、月を渡る橋。カメラ、キャノネット QL17、 フィルム、コダックプロイメージ100。撮影データ、撮影日時1月30日 AM6 時7分頃、三脚レディー絞り F11、 録音時間14秒、スマホのタイマーで測りましたということで、よろしくお願いしますということなんですけども、もうこれねはっきりわかるんですけどね、もう絞りバネがね閉じてるのがよくわかります。光光源がね、絞りバネ状にね、フレアが広がってるんですね。で、非常にねいい写りになっております。これがキャノネットの写りかって感じなんですけど、プロイメージもいいフィルムだと思いますね。カラーネガでね、こんだけ暗いところで流浄感が出ていない、いいフィルムになっておりますね。とりかさん、ありがとうございます。次は、サムライジャパンさんの作品ですね。久しぶりに投稿します。タイトル、見つめる君た、見つめる者たちですね。カメラ、コニカ C35FD、フィルムはコダックカラープラス200です。去年の秋の撮影ですが、今頃現像上がってくる時間差です。今は忙しさで人もおらず、撮りに行く時間もない日々です。では、新規英語チャンネル登録しましたということで、ありがとうございます。で、作品なんですけど、これ気持ち悪いな。目がね、あるように見えますね。もうそれもね、違う、全部ね、違う方向を見て、3つあるんですけど、目のようなものが3つあるんですけど、非常に面白い写真なんです。気持ち悪いって言えば気持ち悪いけどね、これよく見つけましたね。面白い写真、非常に面白い作品になってるんですね。サムライジャパンさん、ありがとうございます。もう一名ですね、龍介さんの投稿。中年おたきさんこんばんは。作品投稿に空きがあるとお聞きしたので調子に乗ってまた投稿させていただきます。フィルム写真2枚お送りします。1枚のタイトルは誰かのタバコ、僕のじゃありませんということですね。カメラニコン FI レベル、レンズオートニッコール 50mmF1.4、 フィルムロモングラフィー CN400 です。2枚目のタイトルはニャンコこっちを向いて、カメラニコン F2 フォトミック A、 レンズはカールツアイスプラナー TA50mmF1.4ZF、 フィルムはロモングラフィー CN400 です。何卒よろしくお願いします。これからも動画投稿頑張ってください。応援しておりますので、ありがとうございます。で、作品なんですけどもね、まず1枚目から、これね、まあ、絞り解放になってるんでしょうけどね、まあ、ピントを合わせる位置が絶妙で雰囲気のある写真になっておりますね。室内なんでしょうけど、影も出てね、立体感も出ております。で、2枚目なんですけどね、2枚目完全にね、もう猫の目にピントが合っております。これ素晴らしい作品になっておりますね。レンズもね、ツアイスのプラナということでね、背景ボケも美しくなっております。龍介さんありがとうございます。でね、今回むちゃくちゃ悩みました。もうね、タイトル画面みんなね、選んであげたいんですが、今回のタイトル画面はね、のりかずさんの、これタイトルなんだったっけ、月を渡る橋。これにやろう、タイトル画面行こうと思います。これね、なぜこれにしたかって言ったらね、まあ、この手の写真は結構ねありふれてはいます。そのまあもちろん毎日ね、その、通い詰めないとこういう写真は撮れないんですけども、もちろんそうなんですけど、これをキャノネットで撮ったっていうのが価値があると思いまして、撮影機材でね、選ぶっていう感じですかね。レンズのね、絞りバネの、コース、フレアもね、非常に美しくなっておりますし、色も美しい色で撮れております。タイトル画面おめでとうございます。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー。今回の俺のカメラ、ケンタロウさんの俺のカメラですね。おたっきーさん、いつも動画アップご苦労様です。俺のカメラに投稿させていただきます。カメラは、ライカ 3A にエルマーとビドムを装着しています。カメラというより武器に近いものを感じます。確かにそうかもしれない。この撮影にはライカ M3 に接写アダプターをつけて、接写に弱いライカの限界に挑戦しました。これからもフィルムカメラ存続のため撮って買って頑張りますということで、ありがとうございます。で、作品なんですがね、これはもうタイトル画面行きましょうか。もうタイトル画面変わったばっかりなんですけどね、非常に機能美を感じるこのライカ、3A ですね。状態もよろしいということでね、これ、ビドムっていうのはこれファインダーかなんかになるのかな、僕ちょっと存じ上げてないんですが、何の機械かわからないですけど、確かに武器みたい。これはね、美しい作品になってます。フィルムは何を使ったのかは記載されておりませんが、まあライカでもね、こんだけ接写できるんだなということですね。これね、ライカ、まあレンジファインダーカメラでありますが、その一眼レフカメラが出た時にね、一眼レフカメラの方が圧倒的に接写が強いっていうね、ことはね、随分騒がれたようですね。でも接写リングをつければね、まあ、ライカでも接写できるという、お手本みたいな感じになっていきますかね。もちろんピントのね、ピント合わせは非常に難しいものにはなるんでしょうけどね。はい、今日のね、動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。まあ安いフィルムでできるだけ良い写真を撮るという、安い機材でもちろんね、機材でもそうですが、高い機材、高いフィルム、高いカメラがあればいい写真が撮れるっていうのはちょっと違う、ということをね、全面にやっていこうと思っています。高いカメラでね、なければいい写真が撮れないでは面白くないと思いますんでね、できるだけ安い機材でお金をかけずに良い写真を撮るというね、テーマでやっていくと面白いんじゃないかなと思っていますね。はい、で今回の動画はここまで。次回の動画はですね、とりあえずね、撮影が終了しております。ペンタックススーパー A ですね。レンズがね、50mm の F2。SMC ペンタックス M50mm F2.0 という、この組み合わせでアリスタエデュー400で、撮影してきました。現像時間はね、今回紹介したやつと同じになっていくんで、まあ、どんな差が出ていくのかっていうのも、見てほしいと思います。で、現在ね、この F1.4 でも撮ってます。どっちがどっちか分かんなくなっちゃう。50mm、1.4 でも撮ってます。よくあるね、話、話題でね。その、50mm のレンズ。まあ、特に 50mm のレンズでよく分かるんですけども、F1.4 が憧れのレンズですよね。でも、F2 の方が描写がいいと。そういう結構話が上がってるんで、今回は同じフィルム、同じカメラで、50mm、F2 と F1.4 で撮ってるわけですね。で、F2 の方が先に上がってきたんで、そちらを紹介する動画になると思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどし、お願いしますね。で、チャンネル登録の方ね、結構な勢いで増えておりますが、多分これ減っていくんじゃないかな。ショート動画でね、渋滞の動画がちょっとバズって5万5千回ぐらい再生されたのかな、2週間ぐらいで。で、まあ、5万5千回再生されてるんですけど、実はあのショート動画ね、収益ゼロなんですね。何億回再生されても収益ゼロ。YouTube のね、ショート動画ってそのうち廃れていくと思います。だってね、TikTok お金もらえるのに YouTube ショートはお金もらえないではね、これはね、もう無理だと思いますね。まあ、一応ショート動画上げてバズってね、チャンネル登録増えましたけど、まだ減っていくと思います。いつも申し上げておりますがね、英語字幕付きチャンネルね、おたっきの英語字幕付きチャンネルの方が、始まっております。説明欄の方にも今回までリンクつけておりますのでね、まだチャンネル登録されてない方、まだ訪問してない方、もうね、4本ほど動画上がってるのかな。で、動画再生して、高評価をね、押していただければ嬉しいと思います。で、何か感じることありましたらね、コメントもね、いただければね、動画が再生される、高評価が得られる、で、コメントがつく、チャンネル登録が増える、この流れでね、ランクが上がっていきます。動画のランクが上がっていくと、たくさんの人にシェアされやすくなります。で、英語字幕がついておりますのでね、英語圏の方に、フィルムカメラをもうアピールして、フィルムのね、消費を増やしていくという、流れで、フィルム写真の、衰退を食い止める、という考えでやっておりますので、賛同いただける方、ぜひぜひ ご協力お願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。